曲が人生変化のためとテレビドラマの主題歌10分です。このドラマは同じくモンゴル公共テレビ局が制作したもので64分からなります。このドラマでは中学大学を卒業した真面目な若者の生活と仕事の生活が描かれています。ドラマのうち一人は地方の警官になり、残りの3人は首都で生活します。しかし彼らの友人関係が仕事関係がそのまま続き、共同で犯罪者を捕まえ国のために貢献します。ドラマの主な狙いは何度も警察官の活動、警官の努力を人々に分かってもらうことでした。主題歌一本では愛してくださいとあなたに頼まない、あなたの愛は私ではないと、悲しみの歌を私のハートに抱かさないで、愛しているなら私をキスして永遠に私の夢を抱きしめてくださいと歌います。歌手モンホアカ、歌手ジンシーダーさん1分です。どうぞお楽しみください。
曲のヒューマン長野町というテレビドラマのテーマソングです。このドラマは韓国戦から生まれます。その内容は韓国を中心に正しい生活を呼びかけています。主に3つのテーマが挙げられており、その一つは飲酒運転のことです。残りの4つは運動不足、不健康な食生活、糖尿病、悪性腫瘍で、ドラマの目的は、その予防の内部さを人々に分かってもらうことでした。販売のお酒を飲んだ若者が、早くに出発するところから始まります。そして、設計と異なる基準外の旧カードで、玉突き事故を起こします。この交通事故を聞いたお父さんが脳内出血で身体障害者となってしまったり、相手の医療費を払うためアパートを下ろして別れる方とかは大変困難な状況になります。事故相手の奥さんが韓国で治療を受けさせると主張しました。結果医療費や理解が遅くなり手当が遅れ、彼は車椅子の人になりました。このようなモンゴルの社会的不法行為で多くの家族の幸せな生活が壊れてしまいました。もし運転によって重ね重ね災いが訪れるというメッセージがドラマの主な狙いです。しかし間違いと失敗を直した若者の人生は幸せになり、ドラマはハッピーエンドで終わります。金の流れ打ちというドラマのハートにというこのお酒は、私はハートで幸せを歌う、失敗をするし正しい歩みもする、それでも人生の道を歩く、希望のない希望から出会いが送られてくる、ハートに愛を抱いて生き続ける、永遠の太陽が光るハート、希望と愛がハートからハートに、愛が寂しくあってもハートにドキドキする愛がハートにと歌いました。それでは歌をどうぞ。